お疲れ様です、マッティーです。今回もデュエルマスターズプレイスやっていきたいと思います。今回紹介するのはこちらのデイガ・ボルコンですね。またまたボルコンの紹介になるんですが、このデッキ名がボル・メンテナンス・ドラゴン。本当ね、このゲームメンテナンス多くて、その1回1回のメンテナンスもかなり長いということで、たくさんのユーザーからヒートを集めています。ただ、私は逆にこう言いたい。運営さんお疲れ様ですと。もう運営さんだってこんな年の瀬にメンテナンス連発したくないやろということで、本当にお疲れ様ですと、いうところなんですけども、まあメンテナンスが多いということは、それほどまでにこうサーバーが立て込むということなんで、うん、そういうことです。はい、期待度の表れですね。皆さんが期待しているだけあってメンテナンスが長くなったり多くなったりするんですよ。ということでね、ゲーム性最高です。デュエルマスターズプレス、皆さんもやっていきましょう。こんなね、なんか媚びを売るような内容で申し訳ないんですが、本当にお疲れ様ですと思ってるんでね。でこのデイガボルコンに関してね、解説していきたいと思います。はい、デイガカラーというのがあります。まあ前に紹介したトリーバーアルカディアスなんかでもそうですね。デュエルマスターズっていうのは5文明あって、でそのデッキのカラーによってね、デッキの故障っていうのがあるんですよ。で今回は非文明と光文明と闇文明の3色のデッキカラーを指す言葉にデイガという言葉があります。ということでデイガカラーですね。で前に紹介した 4C ボルコンから水が抜けた形ですね。少し垢抜けたかなといったところではあるんですけれども、まあ、水が抜けたことによって他の光であったりとか闇文明のカードが多くなってですね、除去であったりとか、あと墓地回収であるダークリバースが増えたり、そしてねアルカディアスを入れてるんですよ。アルカディアスを入れてる、これね寝耳に水ですよ。ボルコンだと思ったらピカリーからアルカディアスに進化するみたいな、そういう奇襲作戦として、成り立っていると思います。その他でいうと源流砲であったりバーストショットといった呪文があってですね、とにかく2000以下の小物系をすぐに焼けるカードが多いですね。そしてアルカディアスが入っているということなので、怒りのトリガーとして優秀なホーリースパーク入れてるだけでなく、光の呪文でね使えるホーリーメールなんかも入れることによって、青タンに対しても立ち回りやすいような、そういうデッキとなっております。ファントムワイズ、源流砲、バーストショットだけでだいたいアクアハルカスとか死んでくれるんでね、あとはまあこのボルメティウスホワイトドラゴン自体が2枚ということで、前にね 4C ボルコン紹介した時もボルホは2枚で回るんかと結構言われたんですけど、回ります。そういうデッキなんでね。ボルメティウスコントロールってね、なんかボルメティウスが主軸として描かれてるところあるけど、場面によってはボルメティウスホワイトドラゴンが主役じゃないというか邪魔になる時だってあるんですよ。うん、そう、もうその場面場面によってね、誰でも主役になれる、そういうね主役を一旦休憩させて、こう他の役で主役を回していくみたいなスピンオフのような、そういうコントロールデッキとなっております。ということで今回このデイガボルコンでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手は、うん、ゴールド2の星マックス、完全に格上げじゃないですかこれ。初心者って今見えましたけど、絶対初心者じゃないよね。うん、そういう人いるよね、名前に初心者ってつけて油断させる的な。こすいぜ。まあやっていこうか。ゴーストタッチが手札にあるな。とりあえずゴーストタッチ2手目に着地しておきたい。おお、ブルレイザーさんじゃないですか。おい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 、早番ボルメテウスか。まあ、一旦ここデモハンド埋めておいてよいしょ、いらっしゃいませ。まあ、ボルメテウス埋めてもいいかもしれないけどね、なんかボルメテウスってあんまり埋めたくなくなる的なね。お、火と光が見えましたね。いらっしゃい。ホーリースパークとかもね、ホーリーメールにね混ぜて仕込むことによって結構強かったりするんですが、まあ、ここは防護層どっちにしときますか。ホーリースパーク、私がねハンデスするときはね、特に必要のないカードが釣れるんですよね。で相手のハンデスはキーカードを釣ってくるっていうね、うん、この扱いの差は何でなんですかね。まあまあしょうがないですよ。前々回の動画とかそういう感じで、お前早番しすぎじゃろ。うん、じゃあ1枚埋めてやろうじゃないか。埋めて終了。まだ相手ハンデスの可能性の、なんだろう、少なからずあるんでね。あ、でも闇さすがになさそうか。このピカリエ死守する。ただ相手結構手札枯渇しているよ。さすがゴーストタッチ打っただけあるな。ダークリバース、まあ今のところ墓地にクリーチャーなんてないわけでね。さあこれピカリエ打っちゃいましょうか。さあさあさあ、異種返しておきましょう。相手がピカリエを出したのであれば、私もピカリエで対抗よ。で、手札が3枚。ブルーレイザー、マナニオク。マグリス、カード1枚引く。なんか火と光の、いい感じの、そういうコントロール的な何かしらのサムシングを感じますな。一旦ここは、ダークリバース置いといてもいい気がするな。うん。よいしょ。ピカリエもう1枚行きましょう。1枚引きまーす。ワンドゥルー。デモハンドゥ。だこれな、あれなんですよね。アルカディアス撃たれたら終わりゲーミングなんですよ。あ、このデッキアルカディアス止めるカードないんだけど。アクアサーバーがないのがここで首を絞める。
いや、だが、頑張ります。はい、まだなんとかなります。なんとかします。うん、なんとかしたいと思います。なんとかなってください。よろしくお願いします。まあ、ホーリーメールとかあるんでね、ここ一回ちょっと通しとこう。あの、このブロッカーたちはね、まだ取っときたいんですよ。まだここでブロックしておきたくないという感じですね。原理法使えないじゃないか。あ、待って、アルカディアスをアルカディアスで打ち取る。それだそれだ、その手があった、その手があったぜ、兄貴、行きましょう。よいしょ。アルカディアスでアルカディアスを打ち取ればいいのだ。そういうことだな。まあまあまあ、最悪ミラーになってもね、こうやってアルカディアスでアルカディアスを打ち取れると。ただ相手もね、アルカディアス持ってる可能性が濃厚なんでね、もう一枚。二枚目のアルカディアスが非常に怖いところであるが、ここは相打ち狙っていこうよ。さあ、神獣行こうと、行こう。神獣と行きたくなかったと。なるほどね、ブロッカーしてくると。はい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 。まあ、とはいえ相手も手札枯渇状態なんで、こっからさらにブロッカーが飛び出ることなんてのは、まあレアケースだと思いたいんだけどね、どうなんですかね。まあ、ピカリエも相手2枚ぐらい見えたじゃろ。うん。この進化元がアルカディアスだから、2枚は見えてないか。1枚しか見えてないか。あ、でも今ブロックしてきたか。え、でもブロックしたカードは？そっか、違うね。うん。ピカリエ2枚は見えていない。ただ、ここで考え込むということは、おそらく持ってないじゃろ。てか、これあれだな。うん。シークレットのアルカディアスなのに、プレイマットと、スリーブが違うっていうね。逆にそのシークレットのアルカディアスを使うことによって、ね、デッキバレを防いだという感じでしょうか。まあ、一旦ここは、エグゾリウスだな。ボルメティウスも出したいところだけど、ブロッカーをこのエグゾリウスで打ち取る形を作りたい。さあ、終了です。ここでブロッカー来た時にエグゾリウスで打ち取って、で、アルカディアスを行動させないようにしたいですね。そうそうそう。こういう時があるんでね。こういうことがあるので。で、残り4コスト。お来ましたな。これはブロックしましょう。ブロックしてイグゾリウスで、そう、このサリウスを打ち取っていく形ですね。で、そして後ろから出てくるのはボルメティウスホワイティドラゴン。メンテナンス早く開けろやーっていう、この大きな大きな雄たけびとともにやってくるのがボルメティウスホワイト。よいしょ。サリウスを処理して神獣と行こうぜ。贅沢なアルカディアスのミラーマッチ。さあ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 、アルカディアスを持ってアルカディアスを制す。そんな面持ちが見て取れると。さあ、ここでサリエスやっていきますね。クエイクゲイトゥ？クエイクゲイトゥ来ましたよ、これ。エグゾリウスと相打ち取られるじゃない。やだ、あらやだ、あらやだ。まあいいでしょう。うん。相手のクリーチャーも死ぬんでね。別にいいです。この際。この際構いません。シールドブレイクしてくる？痛いじゃない。ファントムバイトゥは発動しても見ねえや。いらっしゃいませ。ゴーストタッチ。これ持っとこうか。ファントムバイ2は別に発動しても意味ないんで、置いといて、デススモークでこいつ焼いて、さあ、焼き土下座かまして、どうしようかな、これシールドをぶん殴っていいかな、ワンブレイク、あ、ドブルガイザーとかお前持ってんじゃねえの？ドブルガイザーとかあんじゃねえの？とか思ったから、ちょっとこいつ破壊しておきますね、はい。まあ相手も手札がない状況なんでね、問題なかろう。で、なんかやばいクリーチャー来てもデモハンドすれば大丈夫なんで、はい。ブルレイザー、はい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 、全然怖くないですね。で、ここクリーチャー引いたらブルーレイザーアタックできないんでね、と思ったけどクリーチャー引かなかったわ。でもブルーレイザーのワンブレイクぐらいは全然共有できるんで、これこのままダブルブレイクで良きですね。はい。このままダブルブレイクで良き気。食らいなさい。シャキーン！オッケー。まあ、デモハンド打ってもよかったんですけど、なんかもったいないなとか、ちょっと思ったり。ちょっとその辺は貧乏症が出てしまったから、ここスピードアタッカーとか来たらやばい？オッケー、バルキア大丈夫。そいつに対してデモハンド打ちましょう。さあ、ここブルーレイザーでシールドはブレイクしてこない。なるほどな。で、一旦ここ、ゴーストタッチングをちょっとマナに、あ、でもゴーストタッチングマナに置いたら、これ、ファルイーガの源泉がちょっと弱くなってしまいますが、まあ、ここはデモハンドで打ち取らせてもらいますよ。お体に触りますよ。そして、ボルメティスメンテナンスドラゴンで、シールドを、ブレイク、メンテナンスなの、ブレイク、メンテナンス、開けろ、こら！いいですね。ちゃんとボルコンしてる。で、相手の手札も枯渇していると。いいですね。ちゃんとコントロールできてるね。どうするんですか。お、シールド殴ってくる。まあまあ、そうしないときついわな。で、トリガーが引くんですよ。あ、いや、引いても意味ない。くっそ、これ偽かよ。あ、間違えた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 。ただ、ただ打っただけ。ちょっと待って、今のは間違えた。まあいいや。一旦ここは、ファルイーガ打ってから様子見ましょうか。ファルイーガからのデーモンハンドで良きな気がするんですよね。よいしょ。まあ、この呪文を何を回収できるかによるんですけど、いちいちそういう確認とかしてないんですけど、さあさあ、何でしょうか。墓地から回収していくのはデーモンハンド、デススモーク、ゴーストタッチ。デーモンハンドですね。うん。ただただ一体を除去するだけのカードが非常に強いんでね。よいしょ。デーモンハンド、シャキンと。やられちまったー。そして、ボルメテウスブレイク。すべてのシールドをボルメテウスで破壊するという、なんという暴君か。
さあ、ここブロッカー2体並べられても1体をデモハンドで処理すれば勝ちの状況、勝ち確と見ていいのでは。賢明な判断でしょう。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手は、ああ、褐色系の美女じゃないですか。お、エンジョイ勢、私もエンジョイ勢なんです。どうですか。ちなみにね、今更なんですけど、そう、今回新イベントの発表であったりとか、それからこのユーザーのね、こうアバターのね、ビジュアルを変えられる着せ替え機能ということでダッフルコート購入しました。やっぱこの季節寒いんでね。ただ私の地元にはアパレルやってるやつがいてね、もうこんな程度じゃない、もっといいブランドを扱ってるので、また今度帰省した時にでも店に寄らせてもらおうかなと思っておりますが、さあさあさあ、非文明マナに置いていく。で、手札的にはまあ悪くないですね。非文明マナととりあえず源流砲マナに置いておきますか。終了どうぞ。まあ、ファントムバイツもあるんでね、別に源流砲は持っておく理由ないですね。デススモーク、これボルコンでしょ、ボルコンミラーでしょ。ゴーストタッチ、誰、お前お前 20% 当てる。私が今持ってかれたくなかったカードの最一番持ってかれたくなかったカード、こいつ持っていきやがった。もうなんでハンデスーンがこんなにないんだよ。普段からプレイしててもね、ハンデスーンがまるでないと。ゴーストタッチ、くっそくっそ。ただね、こういうゴーストタッチとか打たれた時に強がるというか、そう、この言葉を投げかけてやりましょう。いいのか、お前の手札も減ってるで。これ地元の友達と電話してる時にね、ゴーストタッチとかさ、あと、解体人、あれ、なんだっけ、トコ人形じゃねえか、打たれた時に、おい、いいのか、お前の手札も減ってるぜ、っていうのが私の強がりなんですよ。はい、アルカディアス引いていくか。これね、アルカディアス出せたらめちゃくちゃ強いんだよな、この対面。アルカディアス持っとこうか、ちょっと。うん、持っとこう。出せたら強いんで。出せたら超強いので持っておきます。ただちょっとこの手札が死にすぎてる。お互いにこれ、でも相手はクローシスか。光文明がまだ見えていない。トルフネードフレームマナに送る。エナジーライト、うわー、そこで手札。増強強いな。この水文明入ってるとな、手札増えるっていうのはいいよな。羨ましいよな。お、いいね。あーい、どうする？いや、俺も手札が欲しい。アルカディアス、すまねえ。うわー、ミストリエス。目先の手札増強に俺は走っていくぞ。うわー。さあ、クリーチャーを出してこう。クリーチャー出してきた瞬間に引きてやるんだけども、デモハンドとか打たれる可能性もあるな。ただ、ここにデモハンド打ってくれるんだったら、それはそれで美味しいので、いずれにせよ、このミストリエスに対して何かしらのアクションをしてくれれば美味しい。ただ、源流砲とかそういうのやめてほしい。エグゾリウス系ですか？エグゾリウス系男子。なるほどね。あ、しかし、死の宣告とゴーストタッチがあるぞ。これは、強い。うん。ファルイーがこれ、打つ理由ないよね。うん、そうよね。ファルイーがマナに送って、死の宣告よ。はい。あなた死ぬわよ。細木和子のような死の宣告。どうですか？あなた、そのままだと死ぬわよ。まあ、死んじゃいましたと。そして、さあ、よくも言ってくれたな。ゴーストタッチさせてもらうぜ。エナジーライト、いいね、いいところ。オッケーオッケー。まずはね、判断させるにしても、手札増強のカードが残ってたら意味ないんでね。エナジーライトを落としたというのは最善の判断でしょう。デススモーク、まあ、ここにデススモーク打たせたと考えたら、ただお互いに手札1枚の状況。これは泥試合の予感。ゴーストタッチ、おい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 、デスマッチか。俺たちマナ6枚で、お互いに手札がないっていうこのデスマッチ感覚。あ、しかしトップで引いたのはエグゾリウス。すまねえな。よし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 。さあ、お前のトップを見せてみな。ある意味ガチンコジャッジですよ、これ。なんて面白いデュエルなんだ。さあ、なんだそのスティーバー、なんで持ったんだ。さあ、ここはね、ダブルブレイクさせてもらおうか。ゴーストタッチの可能性もあるけど、まあいいでしょう。別に、ホーリースパークが墓地にいたところで私には何の感情もないんでね。ダブルブレイクしますよ。殴れるときに殴っていこうね。シールドトリガーだけはやめてね。オッケー。で、相手は、はいはいはい。水文明があるからアクアサーファーがあるだろうな、どっかに。そしてデススモークが腐っていく。いいね。デススモークとか来る可能性あるんでね。早めに殴るっていうのは大事なことですよ。汽車男。発射しまーす。で、残り3枚。あ、さまな。何にもしてこない。なるほどな。ファルイーが悪くないね。これファルイーが撃っちゃって、で、墓地から回収したいのはデーモンハンディングですね。デーモンハンディングしましょう。ブランディングしていきましょう。シャキーン。お、デーモンハンドをしっかり引いていくと。オッケーオッケーオッケー。デーモンハンドが浜谷から持って。ああ、間違えた。シールドブレイクしたつもりやったのに。間違えた。まあ、ええか。うん。相手に手札渡したくないし、別にこれはこれで問題ないんでね。はい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 。まあ、早めに攻めた方がいいっていうのは間違いないんですけどね。相手の形に持っていかれる前にね、早めに攻めた方がいいのは間違いないんですが、言うても相手3枚でしょ。アクアサーフィングか。ほら、こういうことがあるからさ。早めに攻めた方がいいって話。わかりましたか？はい。皆さんわかりましたね。今の反面教師にしてくださいね。さあ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 。いらっしゃいませ。ホーリースパーク。
ホーリーズパークマナ送るか、ネグゾリウスもっかい出して、これ7コス溜まったんでね、これで次のターンからマナチャージしなくても、ボルメテスホワイトドラゴンを呼び込めるという三段用。さあ、ここワンブレイクしていきましょうか。さあ、ここのな、エグゾリウスが先にダブルブレイクしといたらな、シールドなかったんけどな、まあ、トリガーがあるかどうかわかりませんけどね。はい、トリガー来ました。記者おって、記者やろこの、いやー、マスコミ来たか、あ、その記者じゃない記者違いか、記者男来ましたが、くっそー。まあでもデススモーク相当見えてるんでね。デススモークマナに2枚と墓地に1枚。もうないでしょう。あーランサーか、まあいいや。うん、まあまあまあ。相手のシールドだけで見ると、両方、これ、墓地送るっていうか、ブレイクできるんでね、エグゾリウスで。でも本当にね、と思ったけど、アクアガード、現実そんなに甘くないか。まあ、とはいえ大丈夫。こちらのシールドは5枚。ここから形作っていこうよ。ね。クリスタルランサーあったか、そうかそうか、ちょっと今のアクアサーファー相当有効なアクアサーファーだったみたいですね。しかしここで引いていくのは何でしょうか。ホーリーメール持っても意味ねえや打っても意味ねえや。じゃあ持っとくわ。とはいえこのアクアじゃねえわ、クリスタルランサーに対してホーリーメールというのは有効なので、あとはこちらからトリガー引いていきたいですね。今回アクアサーファー入っていない。何を引いていく。ボルメテウスやろやめてや、そのボルメテウス。なんでやねん。なんでそこでボルメテウス使ってくんねんと、引いていくねんと。やめてや、マジでやばやばゲーミングですよ、これ。どうする。ホーリーメール持ってもしゃあないわ、こんなんもん。うん、ホーリーメール持ってもしゃあない。マナ送っちゃえ。さあ、ホーリーじゃなかった。ピカリエ出しちゃって。で、ここね、ボルメテウス打ち取れないので、この、なんかサリウスか。いや、ここでファントムバイツか、源流砲引いたら、アクアガード破壊してからの、この、エグゾリウスで相打ち取れてんけどな、ちょっと厳しいよな。さあどうする。このエグゾリウスなんとか残ってほしい。頼むよ、頼む頼む、残れ。あ、でもこれアクアガード破壊しとけばよかったな。あ、でもそしたらランサーで殺されるから。あ、ダメだ、ランサーあった、ごめんなさい、失礼しました。さあでやばいって、これやばいって、やばい、手札ないって、これブロックするしかない。やばいってばよ。ちょ、待って、マジでデモハンドちょうだい。まだあるやろ。まだどっかにあるやろ、デモハンド。どっかにデモハンドあるやろ。今、あれ、山崎まさよしの気分。ワンモアタイム、ワンスアポンアタイム的な。頼むって、ピカリエか。まあでもここ引いていこう。うん。ブロッカー出しながらもワンドローしていく。頼むって、デモハンドマジで来て、お願い。バーストショットか。いや、でもまあ悪くはないな。うん、悪くはない。元、相手のクリーチャー2枚減らせるからね。いや、言うてきついな、これ。めっちゃきつい。お前、2枚目はずるいだろ。ちょっと待って、あかんって、今完全に山崎正義の、ちょっと待って、4C ボルコンに曲げる。待って、や、デイガカラーのボルコン、これ、あかんのか。いや、でも、ちょっとこれはさ、自分の立ち回りは甘くなかった。ダブルブレイクしときゃよかったなって 99% 後悔してるけど、まあ、ブレイクしたところで変わらなかったから、この状況は。どうせランサーは打たれてたしな。いやー、きついな、でも。きっつ。なんか引いて。あ、デモハンド引いたけど、もうそう、どうせならこいつ破壊しちゃおう。この、豪華な方破壊しよう。何を見せつけてくれてんねんと。うん。シークレット見せつけるんやったらね、こうやって破壊しちゃいましょうね。さあ、次のターンもう一枚デモハンド行こう。お願いやから。シールドにね、縦落ちされてる可能性もあるからさ、本当にちょっと厳しいんですけど、なんならね、今デススモークを引きたかったよ、どちらかというと。ただデススモークどうでしょうか。割と見えて、いや、全然見えてないな。いやー、デススモークこれ引いてもしょうがないな。デススモークでも、確か荷積みなんで、うわ、お前が撃つんかい、ちょっと待って、お願い、やめて、本当にやめて、マジできついって。あー、やめろって、お前。やばいって、今何ぼち送った。ゴーストタッチ、死の宣告。頼む、もう一枚デモハンド。いや、なんならここでブレイクしてこい。そういうわけにはいかない。そういう、うおー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 あるぞ、あるぞ、あるぞ、あるぞ。まだ負けたくない。いやだ、俺は負けたくない。まだある、まだある。ただ、相手打点は揃っている状況。トリガーが来ないと負けるぞ。アクアハルカス。さあ、ここ、イモってくれたらバーストショットできるんやけど。イモってくれへんかな。バーストショット、まだある？まだあるよね、全然まだある。あと2枚あるから。ここバーストショット行こう。バーストショットと、なんか行こう。なんか引いて。これクリスタルランサー止まらない。いや、弱い。トリガー発動するけど、これめっちゃ弱い。どうするこれ。ホーリースパーク、オッケー。ホーリースパーク落としたな、まあ悪くない。ただここはワンブレイクしてくるな、間違いなくしてくるな。ここトリガー行かないと負けるよな。頼むよ、バーストショット。バッショ、頼むって。いやあるまだある。これ墓地にホーリーメールあるでしょ。ない。墓地にホールメールない、ない、ね、ない、嘘、ないの。あ、死の宣告がある。死の宣告。ファルイガで死の宣告を持ってくる。それしかない。もうそれしか私に残された道はない。どうする。どっちマナに埋める。バーストショット埋めるか。うん。じゃ、頼む。死の宣告持ってこいって。お願い。ファルイガ、頼む。初めてのお使い。誰にもないしょでお出かけなんて。ああ、バカ野郎、なんで死の宣告を持ってこいよ。
おい、パシリとして全然使えなかったじゃん、アルマイカ。ちょっとこれ、いや無理だな、まだ足んないもんな。くっそ死の宣告が来なかった。いいでしょう最後とてめよう、刺されようじゃないか。ここはもう素直に刺されましょう。いや、なんだかんだね、クリスタルランスは厳しいか。あー、やられたまあでも取れ高たっぷりなので、まあこれは採用しましょう。面白かったです、対戦ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。まあ2戦目負けてしまったんですが、なかなか面白かったので採用しました。うん、負け試合も採用するっていうのは大事ですよね。やっぱりこうね、あの裏表がないというか、ある意味でね、うん、勝っても負けても採用しようじゃんということでね、私の動画は負け試合もどんどん採用していこうかなと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。ただデッキの完成度というのは正直言って高いと思っててね、実際にバーストショットめちゃくちゃ刺さった場面とかあったり、あとこうファルイーガで最後ね、死の宣告がね呼び込めてればよかったなとか、まあそこではこう原作ではなくてね、そうデュエルマスターズではなくデュエルマスターズプレイスということで、最後呼び込めなかったところはしょうがないところはあるんですけれども、結構ねやっぱこう従来のボルコンに対しても、うん、やっぱ水文明があるボルコンの方がこのデッキにおいては、まあ、有利というか、あれもデススモークとか死の宣告とかもあるし、まあそうでもないかな、ダークリバースとかもあるので悪くはないんですけど、まあ、水文明ある方がね、まあ、立ち回りやすいかもしれないんですが、それでも、相当ね、まあ、粘り強くいけたと。なんなら最後の試合ボロメティウスこっちも引かずにあえて2枚出されて、それからクリスタルランサーも出されたにもかかわらず相当ね拮抗できたので悪くなかったんじゃないでしょうか。実際ホーリーメールなんかもすごい使いやすくてね、いい呪文なので、ぜひね皆さん採用してください。あのアルカディアスも強くてとてもおすすめです。このねボルコンやと思わせてアルカディアスでこう、うん、不意打ちしていくというか、相手アルカディアス立てられても最悪アルカディアスで相打ちを取ればなんとかなるんじゃないかなということで、ミラーのボルコンにおいてはまあどっこいいかなといったところかな。あのファルイーガが結構強かったりするので、ただ青タンには強いと思いますね。ホーリーメール入れてるので、ホーリーメール入れてからのアルカディアスが立てられれば、青タンなんかには非常に強いかなと思いますので、こういうねデイガからのボルコンもねありだと思います。バーストショット3枚が相当ね殺意の塊なところはありますが、では今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。